はい、こんにちは。ブラックスクワット、ペーパーカンパニーでチームデスマッチやってきます。で、AK 使うかな。ペーパーカンパニーでチームデスマッチは初めてかも。まあ、この前のアップデートでね、この、なんかチームデスマッチ用のマップがいろいろ解放されたんでね、その一環でプレイしています。で、ペーパーカンパニーのチームデスマッチ、どうなんだろうな、マップとして。なんか、もともと、爆破モードのマップだったから、お、もう敵が結構いる。この辺買っちゃうとこなんだよね。さあ、横通っていく。おっと、ボム死した。真ん中かな、やっぱり。一番交戦距離が短くて、かつ、出会いやすいのが真ん中。おっと、上から来てる。真ん中だと思うんでね。あ、こっちも結構やっぱ人気なのかな。ただなんか、こういう広いマップのチームデスマッチって、なかなかね、敵と出会わないんでね。いつもチームデスマッチ用のマップと比べたらね、なかなかキルが稼げないんだよな。もっとガンガン倒したいんだけど。戦闘までの時間がやっぱり長い。おっと、ここも入ってくる。頭抜いていく。危ない。グレネード。さあ、出てきた。もう一人。最近ね、こうやって AK 使うんだけど、なんか前とね、違ってね、タップ打ちオンリーじゃなくて、普通にフルオートして使ってますね。まあ、結構距離短かったら、近い距離だったらフルオートしてもね、割かしヘッドショット出せるのと、まあ同時でもね、ガンガン倒していけるんでね、そこは妥協して使ってますね。まあ、本当はね、頭だけ狙うのが強いんだけど、中距離だとね、なかなか難しくて、これヘッドね、一発の銃は、なんだ今、AK47 と AK12 と、あと、シグ556のラス、あと AEK か。AEK 強いよね。ただなんかやっぱね、音とかね、この、まあ何が好きかってやるのはやっぱこの47が一番。おっと、ここ、こういうとこ強い。されればいい。あ、いいね、この距離。この距離で、ヘッドショットしていく。ここね、こういうとこ集中してりゃ結構出せるね。さあ、来た。おっか。やば。ちょっと一回距離取って、もうジャンプしてる。右か。さあ、来い。あ、やられた。こういうね、近距離の角待ちで防衛するときの AK、ほんと強いんだよね。おっと？もういるか。結構狙われてるな。横から入ってきてる。一人やって。まあ、三人ぐらいでしょ？一人。はい、二人。一通りやったか？一応警戒していく。いやー、FPS、そろそろね、来月あたりに出ますね。もうちょっとしたらブラックオプスが出て、まあ、動画上げる頃にはもう出てるのかもしんないけど。で、来月はバトルフィールドでしょ？最近ね、FPS ゲームいろいろやるんだけどね、最終的にはね、人が少なくてマッチしなくてやめてるっていうね、パターンが多いんだよね。アイアンサイトとか、なんだ、ね、結構いろいろもう名前出てこないんだけど、最近やってた、なんだ、ブラックショットって言ったっけ？ああいうのもね、人が少なくてね、やっぱやんなくなっちゃうんだよね。やっぱこういう、AAA のタイトルの、バトルフィールドとか、コールオブデューティーとかね、やってみたいと思うんだけど、多分ね、バトルフィールドは買うから、いいけど、コールオブデューティーはな、どうかな。今んとこ買う予定はないですね。コールオブデューティーはね、モダンウォーフェアの一番最初のやつはやったことある。その次のワールドアットウォー。ブラックオプスとかは全然やってなかった。おっと、待って。うわ、痛い。今はやっぱバトルフィールド5が楽しみですね。多分 STG44 を使いまくってずっと遊んでると思うな、最初の頃。さあ、たまには左から。おっと、二人やって、もう一人。味方の援護ありがとう。で、赤点奥にいないから、横から入っていこうかな。移動を挟んで。多分、右向いたとこにいるだろう。おっと。さあ、フロートでなんとか合わせていく。この距離だとアシスタになるんだな。さあ、頭抜け。あ、上にもいたか。
まあ、あのね、中距離、まあ、近距離から中距離の間の敵だったら、同値でね、プロートでもかなり下の方に向ければ、弾当てれるんでね。まあ、弾痕見ながら無理やり操作したって感じで。まあ、本当は良くないんだけどね。ああいう感じでもいけると。で、頭ないといけない。さあ、右曲がって。あ、見てる、こっち。さあ、来ました、ここ。はい、頭抜いて。あ、ショート。もう一人。さあ、出てこい。さあ、もう一人。もう一人。ちょっと作ったか。いや、強いね、でも。こういうとこね、AK、ほんと強い。うわぁ。ランチャーか。いや、なんか現代戦の FPS をね、ちょっとやってみたいなと思って。まあ、今んとここれしかないんだけど、武器もね、割と新しい目だしね。ただなんか、バトルフィールドも、バトルフィールドあれか、第二次世界大戦もので、コールオブデューティーちょっと未来っぽいんだもんね、今回も。ブラックオプス。現代戦をやりたいなと思って。現代戦、あ、現代戦で一気気になってるのが、ワールドウォー3。あれがちょっと気になってますね。まあ、なんかレビュー見るとまだまだなんか、アーリーアクセスっぽくて、発展なんつうの、まだ作ってる最中なのかなみたいなクオリティらしいんだけど、気になるんでね、もしかしたら買うかもしれない。もっと無理やり当てていく。このフルオートで当てん楽しいんだよね、結構。なんか、この暴れる銃をね、無理やりリコイル制御して、同時でいいから当てていくってのもなかなか楽しいです。そのぐらいかな。BF5 とワールドウォー3かな。気になってます。さあ、終盤入って。出てこい。だから AK でね、持ってて、ま、守りは強いんだけどね。どうもこの銃でね、攻めるのがあんま得意じゃないんだ。攻めるんだったらやっぱ M4 とか MDR とかね。もうほんと、ガン攻めするんだったらまあサブマシンガンとかね。もっとグレネード避けて、結構、進んでるな。そこまで行くか。あ、やれた。二人か三人来ると思う。さあ、またいつもの。はい、頭抜いていく。これ強い。さあ、来い。さあ、もう一人頭抜いていく。それね。このカードほんと。この方に持ち込めばね、あんまり負けないんだよね。ただ、こうやってね、自分から、よし、頭抜いた。こっちもいいか。味方がいるんでね、お任せして。ちょっと真ん中攻めようかな。真ん中ちょっと押し込もうかな。さあ、横、頭抜いていく。さあ、来い。うわ、いっぱいいる。ああ、結構もうあれだな、敵陣に追い込んだかな。まあ、あんまり多分出てこないんで。おっと、後ろ。びっくりした。この AK のね、リコイルパターン覚えるとほんと楽しいっすよ。あつかもう終わりか。速攻で真ん中入って。あ、入れ入れる。はい、一人、二人、通して。終了ですね。150。結構差つけて勝ちましたね、今回は。やっぱ AK ね、使いやすいっすね。なんか最初ひどかったんだけど、なんかちょっとね、慣れてきたんでね。だんだんこれでもスコア取れるようになってきました。さあそんな感じでね、今日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。